はい、どうもカルチャンネルでございます。イエイ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 。今日はね、なんと、はい、キキプリン対決を。キキプリン、はい、わかる？まあこれはいろいろなところでやっとるから多分わかると思う。一つのプリンを味見をして、うん、で、まあここにプリンが6つ並んでますんで、一つずつ味見をして、さっき食べたプリンはこれか、うん、そうじゃないかを当てていくという、ね、そういうゲームでございます。はい。間違った人は罰ゲームが待ってます、恒例の罰ゲームが。はい。前回は、コックンと座長が、あ、やったね。何だった？洗濯バサミ。あれどうでした？痛いな、あれあれね、ほんまに痛かったね。ほんまに涙は痛いですね。ちょっと怖いですね。いつ引っ張られるかがわからない。いや、それでね、俺がやったやん。うん、引っ張った。引っ張ったやん。で、俺が引っ張ったから、俺だけいい感じやんか。俺は痛い思いをせずに、ね、うん、みんなクイズで、答えていって、うん、俺らはクイズを言うだけ で、うん、で今回は私も参加します、はい、参加して負けたら容赦なく引っ張ってください。しゃー、いやいやいや、でもね、俺大丈夫やから。俺プリンだけはね、うん、すごいから。あ、プリンには目がないからね、俺。だからもうすぐ分かる。キキプリンできる？アイナとかプリンとか食べる？食べます。何プリンが好き？プッチンプリン。まあ、それしか知らんのじゃん、お前。はい、あれが一番美味しいです。まあな、プッチンプリンやったら分かるっていうことやな。まあまあまあ、じゃあもしプッチンプリンやったらラッキーやな。はい、そうです。じゃあコックは？僕めっちゃ食べます。食べるやろ？はい。なんかプリンみたいなのなんかしてるもん。え、ちょっと何プリンが好きなの？いや、もうプリン自体が大好き。プリン大好き。はい、じゃあ結構分かる。結構食います。ほんまに食います。いろんな種類。当てれる？まあ多分いけると思います。そうか。座長は任してください。もうプリンは任してください。いや、みんなプリン任してくれ任してくれ言うて。もう絶対無理やろ。プリンはもうだって楽屋で何やプリンなんか食べとる姿見たことないで。いや、こそっと食べてる。こそっと食べる。わかりました。それじゃあね、じゃんけんで行きましょうか。じゃんけんね、行きますよ。あ、順番ね。順番行きましょう。順番決めるじゃんけん行きましょう。よっしゃ、行きましょう。行きます。最初うん、うん、いくよ。最初じゃんけん、じゃんけん、はい。前に最初はグルーでやってたやん。どうしたん今日？どうしたん今日？最初、みんな最初はグーでやらないから。はい、わかった。行くよ。せーの、最初はグー、じゃんけんはい。これ負けですか？これ負けはどうなりなんと。負けっていうのは、負けっていうことは、あ、じゃあ勝手人から順番決めていくから。わかりました。あ、ちょっと、いやいやいや、いや、神経。いくで、はい、な、いくで。最初はグー、じゃんけんはい。はい、はい、キアの負けです。はい、はい、俺の僕です。いくよ。はい、最初はグーじゃんけんはい。イエーイ。一番最後で、はい、なら、3番目で。3番目、はい、はい、じゃあキアラ一番最初で。一番最初、はい、お、一番最初、一番最初来た、はい、すごいよ。一番最初、じゃあ早くやってもう、せやな、賢いわ、はい、え、一番で、やばいよ俺。で2番で、俺が2番、はい、で3番、3番、4番、わかりました。それじゃあ、行きましょう。いや目隠ししてね、ちょっと目隠しして、目隠しして大丈夫、頭になんか、よいしょ、OK、見えてない？はい、大丈夫です。ほんま見えてない？見えてません。じゃあ、キアラには、はい、このプリンを食べてもらいます。これがスプーン、待って、はい、はい、スプーン、はい、で、これ持って、大丈夫か？よく覚えてね、ちゃんと味を。はい、これちょっと難しいですね、食べ方。食べ方食べたことあるやろ。食べてます？あの、プリン、あ、たぶん、スループに乗ってる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 。よっしゃ、いった、ちゃんと味わうよ。これ、なん、もう一回食べていいですか？もう一回食べていいよ。ちょっと難しいな、うん、味覚えだな。持ってます？プリン持ってない、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 難しい、持ってない、吸え、吸え、吸え、甘い。よっしゃ、いった、よっしゃ、覚えた？はい、覚えた？覚えました。はい、じゃあ、
行きましょうか。はい、これ目隠し取っていいですか。うん、取って目隠し取りました。はい、それじゃあこの中からね、はい、食べたやつをね、明治プリン、明治プリンいただきます。はい、どうどう。いや、お前ただただプリン味わっとるだけやん。これは、うん、ちょっと多分いいですか。はい、わかりました。だからまとまりましたみたいな言い方やめろって。はいはい、じゃあ、はい、それでいい。まず一つ目、はい、ああまず一つ目ね。はい、私キャラが食べたプリンは明治プリンです。おお、すごいすごい、一発でわかった。なんでなんで、まろやかやったんですよね。プリンってお前ほとんどまろやかやでもね、プッチンプリンかなと思ったんですよ。ああ、これすごい。え、これは明治プリン、まろやかソースが美味しい、まろやかだからな。オッケー。ただね、本当にプリン食べるの難しいですよ、この目隠ししながら。そうやな。まあ、じゃあ次行きましょう。はい、はい、ということで、すごい、キアラが、はい、一発で、当てちゃいました。プリンを当てるとはな。一発やで、すごいな。ちょっと頑張りました。たまたまちゃう。たまたまですかね。いや、でも当てれたからすごい、はい、じゃあ次は、次はあ俺だ、うん、じゃあ行きましょう、じゃあ次のプリン、うん、じゃあ出題のプリンをください。はい、はい、目隠し、またこれ恥ずかしい目隠しやな、これ怒っとる、怒っとる、怒っとる。いけた。はい、持ってきました。あ、はい、はい、ちょっと持ってきた。はい、プリンですよ、プリン、ほんまにプリンですよ。ほんまにプリンやろ。はい、はい、これ、はい、ちょっと難しいでしょ。難しいけど、はい、俺は結構プリン通やし分かるし、はい、でまずはな、味の前にこの硬さこういうのを、こういうのをやっぱり考えないとほんまに当てられない。分からんて、硬さじゃ分からんよ。いや大丈夫じゃ飲んでないの。取れてます、取れてます、取れてます、取れてます。さあいった。おお、これはどう。あら、もう一回行くね。もう一回ね。ちなみに、食べたことあります、そのプリン。プリンはな、はい、プリンは大概食べたことあるけど、これは初めてやわ。おお、初めて。なんか、ミルクの味が強い。ミルク、ミルクなんかな、これカスタードっていう、なんかの、卵か。あ、卵。いや、なんかなんかバニラ、バニラ違う、バニラじゃない、なんか、何かなこれこれ何やと思う、これ卵。そう、いや、卵じゃない、卵じゃない、うん、牛乳、牛乳じゃない、何と思う。カラメルソース。そうそう、違う、カラメルソース、カラメルなんかかかってないやんよし、わかりました。はい、大丈夫ですか。それじゃあよろしいですね。大体わかりました。よっしゃよっしゃ。それじゃあ行きましょう。確かに難しいけど、大体まあここにあるプリンって、うん、大概見たことはあるやん。あ、あるあるある、大概見たことあるやん。大体見たことある。でもあの味は、うん、分からんかった。分からん、想像つかん。まず、明治プリン、まろやかソースが美味しい。行ってみます。はい、一発だから。お、すごい。あ、じゃあ一発だぞ。はいはい。まず行きます。私が食べたプリンは明治プリン、まろやかソースが美味しいではございません。よーい。すごいすごいすごい。さすが。すごい。プリン王子。プリン王子。誰がプリン王子や。そんな甘ないわ。で次はこれ。はい。これ行きましょうか。これは君とろプリン。あ、森永ですね。森永のね、君とろプリン。初めて見ました。いや、いや俺これ見たことある。本当ですか。あるあるある。君とろプリン、君とろプリン行きます。お、さあ君とろプリンね、君とろプリン。あ、あ、それか、さっきやってた完食いうやつ。完食。
ではいきます、はい、私が食べたのは黄身とろプリンです。皆さん、カルチャンネルを見てね。カルタのカルチャンネル、顔はでかいです。お願いします。私が食べたのは黄身とろプリンです。あーあああああああだから、やっぱこれはキアラと俺は罰ゲームを逃れました。イエーイ。次誰かな。次、はい、僕です。コックン、はい、じゃ あ、うん、自信のほどは。あ、大丈夫です。何パーセント。150%ぐらい。150。すげえ、まあでも出たどっちかって言うたら本命やで。はまあまあ当てられる本命。ああ、外れないでしょうと思ってたから。おお、自信があるかな、うんうん、まあ俺が当たるとは思わんかった。やっぱりあれやで、弾力やで。そうやな、弾力確かめとったからな。まあじゃあ黒龍、はい、行きましょう、行きましょう、はい。